はい、続きです。お恩、送りに。お恩そのものが尊敬語。この送りについてだと考えてください。お恩。これは経緯の対象はもちろん女さんのみや。で、あ、そうか、次まで見ないと意味取るのきついね。え、かんだ知など。 あまた、とりあえずひらがなにしとこう。あまた、まいりたも。おおをおくり。この文章でなんとなく意味が取れる、えー、どういう状況が取れることが望ましいです。これは、えー、光源氏のいる陸六上院のところに、 女三宮が腰入れする、そのような状況でしたね。ですから、まあ、これ、えー、かなり適当だよ、六条院、この屋敷があって、そこまでの道に、どっちからでもいいけど、上からにするか、まあ、女三宮が乗ってる腰があって、そのところにたくさん人が音もして、こう向かってた、そういうような状況だと考えてください。それが、恩んおりです。女三宮を送る行列と取ればいいです。 難しい言葉で言うと、ご褒美なんて言葉があるらしいですね。まあでも、ご褒美か。まあ、訳わけかなくなっちゃうんで、ただ行列って、女さんのみをお,くお,お送りする、まあこのオンの分ね、お送りする行列と、と訳せばいいと思います。で、次、神田ち目これ重要もね、こういうのがね、ピンとこない人は、ちゃんと、もう、うーん、養護とかじゃなくて、もう、こがびんなんとかの方がいいと思います。 こういう貴族、簡易相当性、簡易相当性、律令官性、こういう貴族の身分みたいなのが載ってるんでね、その中で中央官性、神立ち目というのは、この貴族の中でも特にトップの人たち、約20人で書いてますね。貴族のトップ、政治に直接関わる人たち、それを神立ち目と言います。約20人で書いてますね、こ,このところ。それが、あまた、あまたっていうのは漢字で書いたら、 数が多いこういうところもしっかりねこの感じがピンとくるようにしていきましょうすごいことだよねだからその特に貴族の中でも身分が高い神立ち目というん立ち目の人たちもたくさんマイルタも音もしなさっていたここら辺の敬語の種類とかも確認していきましょうマイルっていうのはこの場合音もするということになります音もするっていうのはこの神立ち目の動作を一段落としてこの女の三宮の「 に、K、を払ってるってことで、献上語で、献上語、献だけ書いておくね、献上語で、献上語で、K、献あ、献だけでもいいや、今度はこれ使うかな、献上語で K、敬意の方向は筆者から、筆者から頭たり前から書か,書かないでおくよ、筆者から女三のみや。で、これは補助動詞としてついてますが、この勘立ちめの動作はそのまま、そのまま尊敬します。ですから尊敬を S でいらくすか。 経緯の方向は筆者から勘立ち目ということになりますまとめて取ると女三宮のを女三宮をお送りする行列の中に勘立ち目なども数多くお供しなさっていましたということになります